宿の目指すナンバーワンラジラテ選手権。さあ、川辺産業大物最近に参加している浦和ラジラショップから中継でお伝えしています。さて、今週3人に挑戦していただくのはこちら、浦和鍛冶屋さんの主力商品ペグを使ったペグ抜き対決。さあ、3人同時一斉にスタート。早く2本ペグを抜いた人がナンバーワンとなります。ハンデ戦です。1番の山鳥さん、長いレッドのペグで挑戦してもらいます。そして2番の長谷川さん、ブルーの通常のペグで参加してもらいます。そして3番の若菜ちゃんは短いイエローのペグで参加してもらいます。はい、もう抜けにくく抜きやすいという形で、こちらの方楕円の形状になってますので、刺していった時に抜けにくく、回すと今度空間ができるので抜きやすい。実際に私、人生初めてのペグ抜きを体験してみたいと思います。さあ、このハンマーの先にペグの穴通しまして、いきますよ。全勢力を腕に集中させていきます。せーの、コーナーの採点。そうですね、明日までなんで本当にいろんな工場とかいろんな工